日本静岡県静岡市、青い区七間町七間城は、静岡県静岡市青い区にあり、七間町通りを挟む、周辺の町名である。郵便番号は420035。住居表示は、未実市。静岡市において、演劇や映画などの娯楽の町として発展した。七間町と五福町の交差点にある札の辻屋と、奈良時代のこの地域は、 阿部の市、鎌倉時代のこの地域は、連尺町と呼ばれ、駿河国の商業の中心地であった。江戸時代初期の慶長14年、徳川栄康が、駿府96家町の町割りをした際に七間町が誕生した。町名の由来には、諸説あり、絹、米、湯、魚、木綿等の座が七家にあったとする説、道路の幅が七間だったとする説、 はかり屋が7軒あったとする説などがある。七間町を貫通する七間町通りは、東海道府中塾とマリコ塾の間の経路となっていた。江戸時代には、駿府の宿場としては、天満町が栄えたが、1889年に鉄道の東海道線が開通するまで静岡で最も栄えた繁華街は七間町だった。 1914年の安倍川大洪水で浸水した七魔町1870年には、静岡で初の小芝居屋である玉川座が七魔町に開館し、やがて七魔町は大衆演劇や演芸などの娯楽の町となっていった。明治時代の七魔町には、市川商店、美野屋、緑亭支店、静岡民有新聞社、金物屋の松永商店、センス屋清風堂が支店、 桜湯などの店舗があった。大正時代の七間町には、根本洋服店、酒屋の横田商店、ニット菊屋、洋食の三聖楼安田屋蕎麦店、金魚屋陶器店、徳田写真館などがあった。1914年8月29日の安倍川大洪水では、安倍川の堤防が決壊し、七間町では2丁目と3丁目が床上浸水した。 1940年の静岡大火の消火活動中の七間町1945年の静岡大空襲後の七県町街色棟が整備された昭和初期の七県町大正期から昭和期にかけて本格的な商店街が形成された昭和まで七間町通りと駒形通りの間には安律寺という寺院があった昭和初期には静岡県によって 静岡市の目抜き通りである七間町通りがアスファルト舗装の試験道路となった。1928年に通り沿いに街路灯が整備されると七間町をブラブラすることは七ブラと呼ばれて静岡市民の人気を集めた。昭和戦前期の七間町には三本屋、食堂、村上海明堂、ヤギパン、カフェたぬき、センス屋菓子店、根本高等洋服店、 桜湯、昌風堂、杉山金物店などがあった。しかし1940年1月15日の静岡大火では、七間町を含む静岡市中心部の繁華街の大半が消失した。また1945年6月19日6月20日の静岡大空襲では、再び七間町を含む静岡市街地の大半が消失している。 1948年から1967年まであった地球ネオン七間町の現在と1942年以前の町域を表した地図注釈赤線内の黄色の面現在の七間町の町域赤字七良県町周辺の現在の町名王線現在の町会青線行動黒字町内の主要施設名緑色の一点左線旧町会緑あざ 9丁目、7ブラシネマ通りに並ぶ映画機材のショーケース戦前の七間町は一丁目から三丁目までの三丁だったが、1940年の静岡大火による区画整理で町名の整理が行われ町名がなくなった9月。この際、札野辻町、東江門町の全域、下石町一丁目から三丁目の一部を併合して、現在の七間町の町域が成立している。 1948年にはアーケードが完成し、七間町のシンボルである地球ネオンが竣工した。1967年には地球ネオンが老朽化により取り壊された。1973年には商店街振興組合として七県町名店街が発足した。2006年には七県町町内会が七間町物語七県町100年の記憶を出版した。 今日の七ブラシネマ通りには神奈川県鎌倉市の小畜大船撮影所で実際に使用されていた映画撮影機材がショーケースに入れられて展示されている。静岡で初めて活動写真が上映された若竹座1897年6月15日には七間町の若竹座でトーマス・エジソンのバイトスコープが上映された。静岡県で 初めて上映された活動写真であり、これを記念して6月15日は静岡映画の日となった。その後は寄せや活動写真を興行する劇場が相次いで開館し、1913年には七間町に静岡発の常設映画館であるパティ館が開館した。1919年には静岡活動写真株式会社が創立され、 七間町通りと両外町通りの角地に洋画専門のキネマ館を開館させた。キネマ館の開館以後には多数の映画館が七間町通りに並び、七間町通りは七浦シネマ通りと呼ばれるようになった。1940年1月15日の静岡大火後、1940年から1941年にかけては新興劇場や生劇場が開館した。 太平洋戦争時の1945年6月に行われた静岡大空襲では多くの映画館が消失したが戦前にあった若竹座が国際劇場となり1951年末には静岡県最大級の映画館である静岡オリオン座が開館したこの頃には約10軒の映画館が七間町に並んでいた1983年には ヒエイが6階建ての静岡東方会館を開館させた。2000年代には同一施設に多数のスクリーンを持つシネマコンプレックスが日本各地に広がりを見せ、七間町で4巻9、スクリーンを運営する、生活は七間町の映画館を集約して、シネコンを建設する計画を立てた。これに伴って、2011年10月2日には、静岡オリオン座など、 生活が運営する4巻旧スクリーンが一斉に閉館。1ヶ月後の11月5日には製鉄静岡、清水線新静岡駅前の新静岡セノバ20スクリーンを有するシネシティザートがオープンした。この一斉閉館によって、七間町の映画館は、静岡東方会館のみとなった。赤塗りは七間町の映画館である。 日本の映画館数がピークを迎えた1960年には静岡市の映画館24館中8館が七間町にあった。1980年には静岡市の映画館12館中11館が七間町にあった。全国的にシネマコンプレックスが広まりつつあった2000年にも静岡市の映画館14館すべてが七間町にあった。 シネコンのムービックス清水とシネシティザートが開館した2018年時点では、静岡市の映画館26館中号館が七間町にある。2018年9月30日現在の世帯数と人口は以下の通りである。私立小中学校に通う場合、学区は以下の通りとなる。ありがとうございます。